こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は以前紹介した M ピオペンっていうスタイラスペンの新しいバージョン、第3世代っていうのが出ていたので、そちらを実際に買って試してみたので、第2世代と第3世代の違いなんかを比較してみたいと思います。届いた時の箱や中に入っているものはもう第2世代のものとほとんど同じものが入っています。第2世代と第3世代で変わっているところは、まずペンの形、長さがペン先分ぐらい、第3世代の方が長くなっています。ペンの太さ自体は変わってないんですが、形状が少し変わっています。第2世代は一部フラットな面がありましたが、第3世代はそれがなくツルツルの丸い状態になります。ペン先も第2世代は黒いペン先で、こう乾いた油性ペンの先みたいなペン先で、交換もペン先をギュッとこう力ずくで引き抜くだけだったんですが、第3世代はそれが変わっていて、回転式のネジでこう回して外して交換できるタイプに変わりました。どちらも返信は一つずつ予備がついている状態で届きます。使い方は第2世代も第3世代もどちらも同じで、Apple Pencil がペアリングされている iPad の場合は、一度 Apple Pencil の接続を解除します。設定アプリの Bluetooth から Apple Pencil、i のマークからデバイス登録を解除選択で解除されます。Apple Pencil を解除すると、もう何もしなくてもそのまま MPO スタイラスペンが使えるようになります。ペンのお尻の部分、丸いところを一度タップすると青いランプが光ってペンがつくので、そのまま使うことができます。使い心地は本当に Apple Pencil 初代の Apple Pencil と同じような感覚で使えて、遅延もないし、画面とその線のズレ、ペン先と線のズレなんかも全くない状態で使えます。第2世代と第3世代の大きな違いっていうのが、ペンの傾き感知があるかないか。第2世代はペンを傾けて書いても傾き判定がなくて線に変化がなかったんですが、第3世代は傾き感知があるので、ペンを傾けて書くとペンの種類によっては書ける線が変わってきます。一番わかりやすいのが Apple 純正メモのスケッチ、鉛筆ツールを使ってみると、斜めに倒して書くと鉛筆を倒して書いたみたいな線になります。第2世代の方は立てて書いても寝かして書いても線に変化が起こりません。ただしこの M ピオペン第3世代も筆圧感知はついていないので、ペンを強くこう押し込んで書いた時と、力を弱めて優しくこう書いた時の線の違いっていうのは全く出てきません。この3種類の中では筆圧感知があるのは純正の Apple Pencil だけなので、こう微妙な力加減で線の強弱をつけたいっていうような用途の場合は純正の Apple Pencil を使う必要があります。でも手書きでこう文字を書くことがメインで、簡単なスケッチぐらいでいいわっていう人は、この M ピオペンの第3世代、傾き感知もあるので、線の種類もちょっとニュアンスを変えれるっていう意味では、第3世代の M ピオペンがおすすめです。次にこの3つのペンの形、ペンの形の違いによって、こう転がりやすい、転がりにくいっていうのが多少あります。この3種類の中では、M ピオペンの第3世代だけが、こう、Apple Pencil の初代、第1世代と同じように、もうまん丸の形状なので、もうどこまでも机の上でコロ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 転がっていってしまうっていうのがあります。で、M ピオペンの第2世代と、Apple Pencil の第2世代は、一部こう、フラットな面があるので、その部分がこう、地面につくと机の上でも多少止まりやすい。ただピタッと止まるかっていうと、勢いがついてるとやっぱ転がっちゃうのは転がっちゃうんですが、多少止まりやすくなります。 M ピオペン第3世代も充電方法は付属のケーブル USB-C の端子をペンに直接挿して、その先をパソコンやモバイルバッテリーなどに直接挿せば充電ができます。 M ピオペン使用する場合、Apple Pencil のペアリングさえ解除してあれば、
もうそのまま使用することができて、ただし対応モデルっていうのが2018年以降に発売されたモデルにだけ使うことができます。2018年よりも前に発売されてる iPad には使用することができません。 MPO ペン第2世代も第3世代も Apple Pencil 初代と同じような使い方ができるので、例えば iPad でこうロック画面、アプリを立ち上げていない状態のロック画面でもペン先を画面にタップするとすぐにメモが起動するインスタントメモっていうのも使えます。ただしスリープ画面、真っ黒の画面では使えません。ロック画面っていうもう一段階、スリープ画面を解除した先のフェイス ID やパスコードを入力するあの画面で画面をタッチすると、そのままメモ帳が起動してメモを書くことができます。で、これは Apple Pencil 第2世代のみなんですけど、 Apple Pencil の第2世代だと黒い画面のスリープ画面からでもメモが起動できます。あとこの MPO ペン第2世代と MPO ペン第3世代、 Apple Pencil の第2世代の3本を比べた時に重さについてですが、一番軽いのが MPO ペン第3世代。順番に測っていくと、Apple Pencil の第2世代が、まあ、約 20g、 次に MPO ペンの第2世代が 17g、 最後に MPO ペンの第3世代は 15g。 やっぱり一番最初持った時にちょっと軽いなっていう感じで、 MPO ペンの第2世代と第3世代で若干ペンのその周りの材質がちょっと変わっているのかなっていう感じです。MPO ペン第3世代のペン先は Apple 純正のペン先と比べてややちょっと固めのプラスチックっていう感じで、コツコツ感は純正の Apple 純正のペン先よりもちょっとコツコツ感があるかなっていう感じでした。 MPO ペンの第2世代は黒い乾いたフェルト芯みたいなペン先で結構カリカリした感じだったんですが、第3世代のペン先はプラスチックになっていて、割と Apple 純正のペン先と似てはいますが、やや固めという感じです。ということで今回は MPO ペンの第3世代、第2世代と第3世代の大きな違いっていうのは傾き感知があるかないか。第3世代の方は傾き感知がついていて、第2世代の方には傾き感知がついてないと。あとはペンの形、長さがちょっとペン先分1センチほど長くなっているのと、とペン先の素材も変わっていて、ペン先の交換方法が回したら外れる簡単な方法になっているので、まあ、ペン先交換なんかは楽になったかなという感じです。 MPO ペン第2世代も第3世代も使い方自体は変わらないので、もう少し細かな、まあ、使い方については第2世代のレビュー動画も見てみてください。純正の Apple Pencil と違ってペアリングが必要ないので、例えばこう複数台の iPad を持っている人なんかには MPO ペンの方がむしろ使いやすかったりもします。ということで、まあ、Apple Pencil ちょっと純正のやつは高くてなかなか買うのがなっていう人には、4000円ぐらいで第3世代も購入することができるので、この MPO ペンシリーズ、手を置いたまま字を書いてもちゃんと反応するし、線を書いている時の遅延なんかも全くないので、すごくいい、まあ安いペンの中ではすごくいいスタイラスペンだと思います。 Apple Pencil の、まあ、純正の Apple Pencil はちょっと高くてなって迷ってた人はこっちの MPO ペンおすすめなので、よかったら試してみてください。